おはようございます。福島市で行われた出動式には関係者らおよそ50人が出席しました。県警察本部によりますと、今年に入ってから昨日までに県内で発生した交通事故994件のうち、亡くなった人の数は22人で、去年の同じ時期より8人多くなっています。出動式では福島北警察署の古関隆一署長が、県内で交通死亡事故が多発する中、交通指導取り締まりをより一層強化していくと訓示しました。また先月から自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務化されたことから、地元の高校生にヘルメットが贈られました。春の全国交通安全運動は明日から今月20日までの10日間行われます。